はい、どうもです。こんにちは。聞こえますかね。今ちょっと朝から出て釣りしながらここまで歩いてきまして、で途中で、まあ、こんな感じで、キノコをかなり取ることができました。いやここね、こんなにキノコがいいっての知らなくて、分かってたら、もうちょっとこう炊き込みご飯とか味噌汁とか、そういうランチの準備してくればよかったんですけども、うん、いやこんなにいいの知らなくてね、ここで。今日はなので持ってきたランチがサンドイッチとコーヒーという簡単なもので、ちょっと残念なんですけど、今朝そうですね、魚2匹釣って、どっちもパイクですね。で今日はちょっとパーチ狙いなんですけれども、ちょっとまだパーチは寝てんのかな。ヨーロピアンパーチっていう、こう青いやつで、こうしましまの入った魚なんですけれども、あれは暖かく水温が上がるとすごく活発になるやつで、でそこが結構岩盤みたいなところにいる魚になります。なので、お昼食べ終わったら、そうですね、もうちょっと水温上がるんで、そしたらパーチもうちょっと頑張りたいと思うんですけれども、そんな感じです。よっ、ここにも生えておりました。すっごい今年どうもね、夏の初めくらいのいい時期に雨が降って、キノコがいい年っぽいです。うん、でこの森、そうですね、今年ちょっと初めて来てる森で、暑い、今日暑いんですよ。そう、今年初めて来てる森なんで、キノコこんなにいい森だっての知らなくて、うん、ちょっと残念なんですけれどもですね。今日のお昼、そう、昨日の夕方ね、本当おにぎりとか作ろうかなと思ってたんですけども、新しい竿届いて、でどうしてもそれ早くこうそれで釣りたくてね、昨日の夜というか夕方釣りに出てきたんで、ちょっとお昼ご飯とか作ってる時間がなく、今朝店によってちょっとサンドイッチ買い込んできましたので、こんな感じです。これだしの水出して、コーヒーよしと、なんか岩が欲しいな、地面燃やさないように。とりあえずね、コーヒー入れるお湯沸かしから。でここ来てる場所はですね、少し前に動画で上げた、なんだ、ビヘヌヒスヤルビっていう場所になります。誰だろう、すいません、名前読めないんですけども、こんにちは、ありがとうございます。
あのビヒヌスヤルビっていうあのタンペレとノキアのこう境にある、森というか湖でして、アクセスもいいし、すごく自然がね、自然がこうなんて言うんだろうな、落ち着きのある自然なんですよね。町の近くなんだけど、うん。でこの湖こう縦長になってまして、こっちに今湖見えてますけれども、縦長になってて、私のいるこちら側があの一般アクセス OK で、この湖の反対側は、少しあの別荘なんかもありますけれども、反対側のほとんどはあの軍の用地になってまして、立ち入り禁止です。はい、あの湖岸のアクセスも禁止になってます。そんな感じですね。誰名前読めない、目悪くなったな。こんばんは、ありがとうございます。でこっちからね、向こう反対側見るとね、こう綺麗、すごいね、美しい姿勢が残ってるんですよ。何しろあの人が入らないんで、なんですよ。で巻き、巻きはですね、あの針葉樹林だかとすごく簡単ですね。あの針葉樹はこういうふうに簡単に乾燥してますので、広葉樹はあの水を吸ったまんまで枯れるんで、すごく腐りやすく、あの水分を含みやすいです。でまあ、今日ウッドガスストーブなので、こんな感じ、適当にバキバキバキと割って、あお、いた。で焚き付けはもうフェザースティックとか使わず、こういう小枝のすんごい細かいのをこんな感じにして、でまあマッチでいきます。ウッドガスストーブはこの五徳を乗っけると効率よく、火がつきやすいです。あ、もうウッドガスが始まりました。いい感じですね。これで詰められるだけ詰めて、お湯沸かし開始。
お湯沸かしの準備完了です。声とかちゃんと聞こえてますでしょうか。すいません、ちょっとわかんないんですけど。うん、聞こえてるんですね。 OK です。はい、うん、ここはね、北側向いた斜面なので。ありがとうございます。了解です。ここは北側の斜面で、ここ1週間ぐらいかな、ずっと雨降ってたんで、非常にジメジメはしてます。ジメジメはしてるんですけども、で、地面も苔なのですごく湿ってる場所なんですけれども、針葉樹のこう倒れた木からこう生えてる枝は地面から上がってるの で、針葉樹っていうのはこう枯れた時に水分がほとんどじゃない、水分がすごく少ない状態で枯れるので、乾燥しやすいです。で、乾燥していることが多いです。で、松とかそういう針葉樹ですね。で、広葉樹はすごく湿ってますね、常に。うん、だから乾燥した白樺とかそういうのはまず森の中ではないです。はい。で、針葉樹だとヤニも含みますので、着火すると火力は強いです。だらだらと話をしているうちにちょっと火が落ち死にそうになってますけれども、そこの方で結構しっかりこう沖のようになってるんで、焚き火と違ってこう死にそうな火力になっても結構簡単に復活できますね。私ね、温暖化言うのはあんまり好きじゃないんですけれども、でもやっぱり気温が暖かくなってきてるのかな、フィンランドも平均的に。なのでね、ここ数年トンボがすごく増えたようです。うん、昔はこんなにねトンボ見る機会なかったんですけどね、特にこう日本のオニヤンマのような大きいやつ、うん、いるにはいるんですけど、タンペレ周辺でこんなによく見ることは昔なかったんですけど、最近見ますね。昔は糸トンボ系のものばっかりだったんですけどね。別にいいとか悪いとかじゃなくて、うん、いろいろな生物が住みやすい気温になってきたという感じでしょうか。このウッドガスストーブなんですけど、昔ね挑戦したのがこの中にぴったりはまる太さの丸太
をこのぴったりはまる長さに切って、それをこうね、4等分に割って、真ん中からなんだラーパネンバルケみたいにとか、スウェディッシュトーチみたいな感じで燃やしたことあるんですけど、すっごい長時間燃えましたね、調子よく。あれ準備するの結構大変なんですけど、おっパッ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 、かなり適当です。これで沸騰直前くらいに豆を入れて、で軽くかき混ぜて、でこのあとこのコーヒーのあぶくがふわっとしてきたら鍋を下ろします。はい、こんな感じで蓋して蒸らす。でまだ火が残ってるので、試しにですね、こんなことをしてみようかなと。塩とかバターとかないとやっぱちょっとあれかな、味気ないかな。虫の入って、取れたのはね、イグチの関係ですね。ヌメリイグチと、あと、なんだっけ、ジゴボ、ポルチーニってやつですね。の2つですね。あと、苦いイグチも少し出てましたね。いけるかな？よっと。こんな感じかな。ほい。ではご飯いただきたいと思います。ご飯というかサンドイッチですけど、私がむしゃむしゃしてるとこ、はい、今日はとってもね、静かです。風もなく。コーヒーが蒸れました。
ここね、1、2週間天気ずっと悪くって、雨降っては止んでです。そう、久しぶりにあのなんだ夕立みたいのも2回くらい来てですね、結構こうジメジメして暗い天気だったんですけども、昨日から一気に回復しまして、はい、大体これで私と同じくらいの目線になるんですけども、結構お腹空いてたな。佐藤さんこんにちは。この場所ですか？この場所はね、自転車で6分です、自宅から。でこの湖、カヤックとかあとカヌー OK ですね、もちろん。あと最近流行りのあのスープですね、スタンドアップパドリングか、あれも結構流行りで、ここでやってる人多いですね。この場所そう、あの自宅から自転車で5、6分来て、そこからまあ徒歩でどのくらい、徒歩で10分くらいかですかね。いつもこう釣りしながらとかで歩いてるんで、ちょっとあれなんですけど、もっとゆっくりなんですけど。はいはい、結構贅沢です、この場所は。で今いるこのスポットはあの結構私のお気に入りスポットでですね、あの結あの歩くこの辺を散策する人は多いんですけど、このスポットだけなんかちょっと見つけづらいのかな、あんまり人がこうここで焚き火したりとかいうそういう跡がないんで、キノコも焼けました。試しに焼いてみました。いただきます。あ、甘っ。あの塩とかバターとか使わずにキノコ、これただ炙っただけなんですけど、甘い。初めて食べた、こういう食べ方で。あ、これいけるわ。焚き火、はい、いってらっしゃい。すごい、キノコこんなに甘いんだ、味付けなしで、すげえ。
また一つ勉強になりました。キノコは炙っただけでもうまいです。あ、素焼きキノコってやっぱあるんですね。あ、お酒とかに合いそう。うん、お酒とかだったらあれかな、こう素焼ききのこして軽くこうなんだ、あの塩でねしてもいいかもしんない、食べる直前に。うん、映ってるかな。そう、今日週末で天気がいいんで、多分ね結構あのボートとかで出てくる人多いんですけど、うん、松茸ね、多分松茸の方がねもっと美味しくなると思う。こういう感じは川、あ、これ湖です。あ、でね、フィンランド松茸あるんですよ。あるんですけど私見つけたことないです。結構ね北の方行かなきゃダメなのかな。あ、日本酒にダイブ、あ、うまそう、うまそう、いいかも。うん、うん、老夫婦が手漕ぎボートで別荘から出てきましたね。傘にお酒ね、うん、そういうのありますね。食べたことないですけど、あともう少ししたらアミタケも出てくるはずなんで、私アミタケ好きなんですよね結構。特にあの味噌汁に入れるの好きなんですけど、こっちの人アミタケ食べないんですよ。なのですっごいあっちこっちに生えてます。すごく大量に取れます、見つけると。あ、サンドイッチはね、ハムマヨと、あともう食べちゃったんですけど、あのなんだ、ツナマヨですね。ハムとマヨネーズとチーズの組み合わせってむちゃくちゃ好きなんですけど、あ、卵サンドってこっちにいないな、今思ったけど、あんまり私好きじゃないんですけど、卵サンド見たことないな。すいません、コメント読めんかった。里山みたい。うん、チャット、うん、そうね、基本的に、まあ、ここすごくあのなんだ、町に近い場所なんで、町っていうか、まあ、住宅地とかに近い場所なんで、そう、さて、うん、お、うまそうですね、みぞれ煮か、調べてみよう。うん、うん、だから、うん、里山っぽくなりますね。でフィンランド、森奥深く入っても昔から人間とこう関わりがあるんで、なのでどこの森行っても里山みたいですね、フィンランドは。あ、見た目で好まれないのか、アミタケ。見た目悪いっすか、あれ。うん、
コーヒーコーヒちょっと話変わるんですけども、ですね、今日使ってるのは影で見えないか、逆光で見えないかな、ポッパーです。こういうカメラどこ？こういう感じ。キビケスコではないです。はい、ポッパーですね。これ、自作です。なのでちょっと雑ですけども。でこれ子供と作ったんですよ、この夏に試しに。松の皮、古い松の皮、こっちのスコッツパインなんですけども、すごく分厚くなるんですね。分厚くなって、で本当コルクみたいな浮力と、あとコルクより少し固めなのかな、で丈夫なので、昔ラパラはねの試作なんかはね、試作っていうか元かは、そう、一つずつこのなんだ松の皮をプーコで削って最初作ってたんですよ。で それをまあちょっと自分で試してみたくって、試しにやってみました。で色塗る時塗装なんかなかったんで、子供が持ってた工作に使うグリッターですね、キラキラの粉みたいなやつ、あれをのりでこう巻き絵みたいな感じでやって作ったんですけど、これがなんかすごく釣れます。ルアー、これはねトップでポッパーですね。この時期船出して深いとこを狙うんだったらジグとかね、あとなんだミッドからトップまでのスイムとかクランクとか、スピナーとか使うんですけど、私はボートじゃなくておかっぱりなんで、おかっぱりだとねリリーパッドですね、でこう水面が覆われてしまってて、でそのリリーパッドの下に隠れてるんですよ。なのでポッパーをポトンと落としてやると、もうボコンと出てくる感じですね。なので、夏でポッパーっていうかトップで出るうちは私はもうずっとポッパーです。面白いですし、そんな感じですね。で狙う魚は、そう、ノーザンパイクってやつと、あ、こんにちは、ノーザンパイクってやつと、あとヨーロピアンパーチってやつですね、が主流になります。それがプレデター系の魚で、ルアーで釣れる感じですね。あとコイフナ系の魚もいるんですけども、あれはそうだな、やっぱ餌釣りになっちゃいますね、なります。で今年はね、本当はパーチの方がね釣りやすいんですよ、簡単に釣れるんですけど、どういうわけか、私今年はパーチが全然釣れてなくて、少しは釣ったんですけども、なかなか釣れなくて、この湖ポイントが悪いのかな、行く場所が、そんな感じです。なのでなんかもっぱらパイクばっか釣ってる感じになっちゃうんですけども、ルアーはそう、もっぱらポッパーの自作なんですけども、まあ一応こんな感じで、ほとんどラパラですね。ラパラだとこのスプーン系はダイワで、あと、これこれは日本から持ってきたやつです。子供の頃使ってたバスルアーですね。
なのでもうこれほとんどヴィンテージルアーなんですけども、夏春の終わりくらいの時はこのあのバイブレーションのクランク、これが結構効くんでまだ使ってます。大事に。あとはそうですね、やっぱポッパーですね。これラパラの、ポッパーになります。スピナー、私スピナーあんまり好きじゃないんですよ。あの釣ってる感が伝わってこなくって、下手だから、私下手なんでね、下手だし、まだルアーほんと始めたばっかりくらいな初心者なんで、あのなんだろうな、何を水の中で何が起こってるかが分かりづらいルアーってすごく苦手です。あと意外に釣れてくれてるのがこれですね。夏の頭くらいまで意外と釣れてくれたのがこちらですね。アングリーバーズの、バイブレーションリップレスクランクベイト、これがなんか、冗談で買ったらなんか意外と釣れてしまったっていう感じですね。あと、あ、こちらかな、クランクバイブレーションなんですけど、アブの、トーメンターだっけな、トーメンターってやつなんですけども、これがねどう頑張っても出てくれないんですね。ちょっと使い方これ勉強し直さないとダメっぽい。あとこれ困ったちゃんなんですけど、これ飛ばないんですけど全然ダメですね。なんかいいコツとかあるのかな。あのフロッグタイプの、バズベイトなんですけど、投げるともうこの羽のところでバーッと失速してしまって全然飛んでくれない。なんかいい方法あったら誰か教えてください。プラグ系はこんなか、よっと、ん？あ、やっぱ飛ばせるルアーじゃないんですね。はいはい、じゃあ諦めます。そしたら、あとフィンランド人大好きなのこのタイプね。大人から子供までみんな使うやつ、ジグヘッドの、こんな感じのやつですね。ジグヘッド、そう、万能で釣れるんだけど面白くないんですよね。なんかこうこれポトンとこう入れるじゃないですか。でこうでとか、あともう軽くトントンとこうアクションつけたりとかで、なんか全然面白くない。町の釣りみたいな感じ。私はどっちかっていうと攻める釣りが好きなんで、じっくり待つ釣りやりますけどもあんまり好きじゃないですね。日本で渓流やってた時もあれ餌釣りですけど、やっぱりこうすげえ真っ黒なトンボ、羽まで真っ黒、なんだろう、かっちょええ。そう、日本で渓流やってた時も餌釣りなんだけど、別に待つんじゃなくて脈釣りだからこうポイント探ってこう積極的にこう攻めてく釣りじゃないですか。でそこから始めて、でその後フライに移って、でフライもこうサイトしたりとかライズ見つけたりとかしてこう積極的に攻める釣りなので、そういう釣りじゃないとダメなんですよね。だからこうジグで落として速攻さらうような、そういうなんかこうなんだろうな、街の釣りっていうかこう
根気との戦いみたいな釣りは苦手です。うん、だったら釣れなくてもいいからトップで頑張るとか、うん、そういう感じですね。今ちょっとね、私今座ってるところはこういう感じ、岩盤の上にこう苔がみっしり生えてまして、後ろがこう針葉樹の森で、ここねちょうどこう木でこう壁になってて、うん、あの遊歩道から全然見えないんですよね。だから見つかんないのかな。でこういう感じですね。で、あそこ、ここですね、この丘の岸から向こうが軍用地で、立ち入り禁止、湖岸へのアクセスも禁止です。うん、で、ね、でこの辺から少しこう別荘、古い別荘ですけどがちょこポツポツポツとこうあり、で、ボートのため場があり、ずっと奥の方まで湖が続きます。こんな感じですね。桜どれだろう、うん、で、湖の一番奥の方に少し建物見えますけど、あの建物はですね、もうノキアの町の始まりです。で、アパートとかそういうのがありますね。リゾート地っていうほどじゃないです。結構フィンランド人の別荘っていうのは自宅から1時間以内とかそういう近場にあることが多いので、今日はむっちゃくちゃ天気いいですよ。で食後、別荘のところにピンクの、ないです、全部白樺と松の木。あれ洗濯物ですよ、あそこに赤っぽく見えるのはですね。でこれで、まあ、食事終わったらこうリリーパッドがこうありますよね、この向こうを、岸の方へ向かってちょっとポッパーで攻めようかなと。でこれ水の底、これ岩盤なんですよ、岩盤なので、ここちょっとパーチパイクどっちも出るんですけど、そんな感じですね。うん、あそうで、これ結構ここ水きれいで、ノキアの町の水をなんだ取水してる施設がその向こうにあるんですけども、あそっえーと湖の名前はですね、ビヘヌスヤルビという湖でして、いつだったかな、6月だったかなにアップした動画で登場する湖になります。私が自転車で行って森の中をちょっと歩いて釣りしてっていう、そういう動画、短い動画ですけど上がってますんで。あ、ブルーベリーがですね今年早くてですね、もう終わっちゃってます。あ、コロナありがとうございます。皆さん大丈夫ですか、コロナ。気をつけてくださいね、本当に。フィンランドはですね、意外と深刻にはなってないですね。
やっぱこうヘルシンキはあれなんだけど、うん、ヘルシンキ以外あんまり人口が密集してないんで、日本ほど広がらないのかな、そんな感じですね。なので結構リラックスした感じでも、やっぱりなんだ、50人以上集まる集会は自粛しろとか、そういう感じですね。蚊とか人に寄ってくる虫、あ、いますよ。蚊はすごいですけども、この場所今風がちょうど当たってるので、うん、大丈夫です。暖かい日の夕方風が止まった後とかものすごいことになりますけど、昼間は大丈夫ですね。そう、蚊は我慢できるんですけど、アブは嫌ですね。アブはでもそんなに多くはないです、いますけど。で、アブよりもまずいのがディアフライってやつですね。エルクフライとかいうやつで、あれがね、叩いても潰れないんですよ。あれがこうパーンとやっても潰れなくて、本当にこう手でつまんでグリグリグリと力込めてすりつぶさないと潰れなくて、でそれがこう髪の毛の中とかにこううぞうぞうぞって入ってって、でシャワー浴びても落ちないし、すごい面倒です。噛まれるとかいうのはほとんどない、噛みますけどほとんど噛まなくて、人はなんであんまり外的にはないんですけど、とにかく気持ち悪い。もう動画で何度か出てきますけども、うん、そう、あれは嫌ですね。なのであれがね、あれが8月の終わりから9月くらいに出てくるのかな。なのでその時期はね、あんまり私森行きたくないです。うん、ブユですね。どっちになるんだあれは。アブいます、あ、いますね。ブユっていうかブヨですね、私の方言では。うん、ハムシだと、あとはジバチかな。ジバチ、日本のジバチと違うんですけど、グランドホーネットってやつですね。あれがまあ危ないくらい。あとハムチだって、ハムシなんか危ないのいたかな、いないな。うん、アブじゃない、なんだっけ、噛んで血吸って膨れるやつ、病気持ってるやつ、ダニはここ数年問題になってきてるかなっていう感じで。そうだな、あと危ないのはヘビでも、フィンランドはヘビ2種類しかいなくて、で毒を持ってるのは1種類でも、それもそんなに強くない。大人が噛まれると腫れて痛いくらいかな。うん、犬とか子供が噛まれるとちょっと病院行かないとまずいんだけど、まあ、大人も噛まれたら行くんですけど、そんな感じですね。なのでフィンランド、あんまり危険な毒虫、毒爬虫類みたいのは多くないです。昼はね、すごく少ないです。私フィンランドにもう何年だ、20年とか住んでて、いろいろな湖行きましたけども、昼見つけたのは2回だけ。それもものすごいよどんだドロドロした、そういうところですね。蚊取り線香あります。使いますよみんな。私はあんまり使うところないんですけども、使います。夏別荘行く人なんかは、別荘の庭に蚊取り線香をこう、庭にあるこのなんだ、ガーデンファーニチャーか、テーブルの周りにこう四隅にこう蚊取り線香を置いて蚊よけとかしてますね。うん、どうですか日本は、暑いですか今。梅雨は終わってますよね、もちろん。どんな感じ？
日本はあ、そっか、これから夏休みシーズンでしょうかね。フィンランドはこれからあの新学期始まるんですけど、夏休み終わって九州暑そう、ムシムシか、蒸し暑いのはね、微妙にね、懐かしいな。都心、新潟も暑そうだな、蒸し蒸しと、うん、うちのばあちゃんが新潟なんだな、の方なんだな。東京は8月から梅雨明けか。そっかそっか、夏っすね。夏ですね、いいね。こっちはもう秋に向かう方向ですから、うん。そうか、そう、花火とかもね、フィンランドの夏だとね、全然ね、やりたいとか見たいとか思わないですね。だ、まあ明るいんで花火上げても見えないってのもあるんですけど、35度、うわ、こっちは25度で、うわ、猛暑、みんな人が死ぬとか言ってるのに35度やってらんないですね。35度か、ちょっと想像できなくなってるかも。あ、アユ、そうかそうか、アユか。あれ、土用の牛の日って終わっちゃった？いつだっけ。うなぎもなんか食べたくなってきたな。フィンランドはうなぎもいるんですよ、うん。うなぎね、どこで釣れるんだろうな。あ、終わったのね。すっかりもう日本の風習というものを忘れ始めてる。あ、7月21日か。そっかそっかそっか。うなぎどうですか、皆さんは食べれましたかね。今あれか、やっぱり中国産のうなぎになっちゃうのかな。中国産、いや、大きさは普通ですよ、うん。フィンランド産のうなぎは食べたことないから分かんないです、うん。でこっちの人はね、燻製にするんですよ、うなぎは。なのでね、なんだろうな、燻製にしちゃったらなんかどの魚でもあんまり変わらんかなっていう気もするんだけど、回転寿司でうなぎ、へえ。回転寿司でうなぎって、あのお寿司の上にうなぎ、ほう、あ、ありか、そういうのも。うまそうだな。ああ、うん、国産ね、うなぎ高くなりました、うなぎね。だよな、そうだな、こっち、あ、でも最近行ってないな。香港から移住してきた人がやってる、あのイーストエーシアのアジアの食材を扱うお店がタンペレにあって、そこを毎年あの冷凍うなぎ売ってて、私顔が知れてる日本人なので、もう入店するとうなぎあるよとかまた毎年言われるんだけど、今年言われてないな、そういえば。パイクの食べ方はね、釣りたてを焚き火で塩焼きゆっくりとが一番うまいかな、うん。あとね、燻製とかもうまいですですね、パイクは。だから骨が多いので、あの切り身にするよりは丸焼き、丸々料理して、そこから肉だけを剥ぎ取って食べる方が、あの食べやすい。ソースに、フランス料理か何か、もしかしてソースにっていうのは知らない、うん。塩焼きは基本美味しい、美味しいで、あの油っ気が少ないんでね、焼く時にお腹の中にちょっとバター入れてやったりとかして、あの油っ気を追加してやるとまた一味違って美味しい、うん。あと切り身にしたらやっぱり一番うまいと感じたのは、
あのムニエルか、ムニエルとあとね、あのカレー粉少しまぶせて、唐揚げ、あれはうまかったな。うん、いや、ブラックバスもあのカレー粉まぶして唐揚げにすると結構うまいっていう話を聞くんだけど、どうなのかな。ブラックバスとかって食べたことある人います？あれもともと食用の魚なんだけど、フライヤーボックスの社長がよくやって、ほー、はーい、ムニエルであります。あ、やっぱ食べてる人いるんですね。ああ、微妙に嬉しいな、そう聞くと。バスはうまい。あ、うまいんだ、食べたことないから。へえ。ユーコン川もそう、パイクですね。ノーザンパイク、同じパイクですね。アメリカはパイクみたいのが2種類いるんですよね。あのマスキーっていうのと、あとパイク、ノーザンパイクと、あとスポッティッドマスキーとかちょっと足もいるんですけど、うん、フィンランドはノーザンパイクだけですね。パイクはね、釣れるから結構簡単に、あのね、タックルも基本的にバスで OK です。バスタックルで、もしあのフィンランドでパイクやる人は、あの魚釣りでパイクやりたい人は、あの日本からあのバスタックル持ってくると OK、 それで OK。 フィネスの方じゃなくてちょっとヘビーめの方で、重い方で OK です、本当に。で、そうだね、基本的に何でも食うし、動くものは全部食うんで、そういう感じですね。なので私もね、基本的にそうだな、フィンランドあんまりこうパイクタックルみたいのがないので、バスタックルを私は参考にして、そこからやってるんですけど、うん、だから釣り合いってもやっぱりバスタックルが多いし、ライトタックルだとね、面白いよ。あのね、フライでパイクかけると凄まじいことになります。うん、で、ライトタックルで楽しいのは、あのパーチの方ね、うん、楽しいっす。で、同じタックルでやっぱ釣れますけども、パーチだともう少しライトめのタックル、うん、フィネスまで行っちゃって OK で、バカバカ釣れます。で、言っときながら私今年釣れてないんであれなんですけど、うん、そんな感じですね。カマス、ああ、カマスってどう？カマスってどういう感じの魚なんだろう？食べたことないんですけど、脂っこくはないのかな？すごい淡白なのかな？うん、だとしたら同じ量、あの調理方法でいいと思うんだけど、うん、パイカは本当に脂っぽさが全然ないんで。うん、そうですね、バターとかなんかちょっと油気を足してやるとまた一味良くなるんだけど、やり方は本当に私は簡単。釣ったら、まあ鱗取ってしまって、で綿取って、エラ取って、で頭邪魔なら頭と尻尾ちょっと落として、であとはそう、塩をしっかりすり込んで、でお腹の中にあのバターを、そうだな、どのくらい、このくらいの大きさに切ったのをこう1個か2個入れて、でそのまんまこうグリルかなんかでこう焼いてやる、うん、感じですね。すごく簡単で、その時にバターと一緒にあのハーブとか入れれてもいいし、うん、そうだな、アウトドアで取れるハーブ、こっちでやる時私が使う魚料理に使うハーブは、あのイラクサの葉っぱをこう取って、それをお腹の中に詰めてやる。あのイラクサの味は魚、淡水魚、特に海水魚でやったことないんだけど、あの淡白な淡水魚にはすごく合う、うん、あれで本当に塩だけ、塩とイラクサの葉っぱ、うん、ですね。
でパーチとか大体このくらいだ、そうだな、 10センチから10センチじゃない、 10センチよりちょっと大きいくらい、15センチ以下くらいのやつ。イラクサ、日本のイラクサでも OK ですよ、同じ、基本的に同じものなんで。うん、なんだっけパーチ、パーチなんかはね、そうイラクサと一緒に鍋にこう入れてしまって、何匹もで塩 と、イラクサの葉っぱで味付けして煮る感じですね。そうするとすごくあれも美味しい煮魚になります。うん、あれそう、あのレシピはね、ガイド学校で習ったんだけど、私はやっぱこう醤油垂らしたかったな、あの煮魚は。Hey, thank you very much for stopping by. Thank you. Sorry, most of the viewers here are Japanese guys, so I'm speaking only Japanese, but I hope you enjoy. なんか外国人の方が今ポコーンとメッセージくれましたので。Thank you. アヒージョ、アヒージョね、私やってみたいんですよ、パイクで。そういえば、そうすっかり忘れてた。そうアヒージョ、こうなんか一時期流行ってたじゃないですか。でそれで見て、あこれパイクだったらうまそうだなと思って、そのまますっかり忘れてたわ。あ今日釣って帰ろううん、うまそう多分。アヒージョだと何、こう角切りにしなきゃダメかな、こうスライスでもいいのかな。うん、ありがとうございます、ご分をありがとうございます。もうなんだかんだで1時間超えてますね。こんにちは。あ、はい。紛りで OK。あ、了解です。じゃあそういう感じで。アクアパッツァ。知らない料理。なんだろう。うん。お昼時間が終わって気温も上がってきて、対岸で今子供が、水浴び始めましたね。水浴びってか水遊び、うん、水浴びってなんか古臭い言い方だな。うちのばあちゃんが使ってたか、水浴びってでも風流だな、言うと、うわまだ暑いやん。まだあの沖が少し残って暑いっす。私はこれ速攻あの自作でつけてるんで、どこにいますか？ Where are you? Yeah, I'm in Finland, on the border of city of Tampere and Nokia. It's actually quite nearby the residence area, but we got pretty nice nature here.ですね、そう、こん見えねえか、こんな感じで、燃え残っておりますけれども、あの側溝があると火が地面に落ちないんで、すごく処理がしやすくなります。で完全に鎮火したら、これはあの森に捨てても OK なので、なんですけどやっぱりね、ちょっとね軽く土かなんか掘ってその中に入れて、しっかりと、で一応水をこうかけて、ニンニクとオリーブオイル、うまそう、あ作りたい。多分ねパイクそういう料理に合うと思う。アヒージョとかね、あのね
本当に何味つけてもって言っちゃまずいな、あのかば焼きにしたらまずかった、すごくまずかった、うん、あの食べてまずっと思ったのすっごい久しぶりくらいまずかった。でかば焼きはダメなんですけども、塩味醤油味は OK。 油っこさがないからそれだけ足してやればどうにかいけるんじゃないかっていう気はするんですけど、あ、そうそう、であのこうすすがついた鍋どうするのっていう話だったんですけど、私はあの大抵あの飛行機が大抵あのすすはあのできるだけ濡らさずにあの木の枝とか草とかあと苔とか使ってこういう感じでもうただ払い落とす感じですね。なんですけどウッドガスストーブの時ってすすよりもあのこのタールみたいなやつの方がつくんでそんなに問題にならないです。で、まあ、あとはこれをこう袋に入れてしまえばバックパックの中汚さずにいけます。全部燃え切ってこちらもはい、ぼちぼち片付けてまた釣り再開しようかなって感じですね。はい、片付け。ゴミはちゃんと持ち帰りましょう。ああ違った、アンズタケかと思ったんですけど違いました。次そうですね、ん、内側、別に内側どうだろうな、ウッドガスストーブ結構綺麗ですよ内側も。スーパーファルコン、あ、なんだろう、すいません今読めなかった、これあれだね、コメント流れちゃうんだよな。ナイフを忘れずに入れの、うん、忘れ物なし、なしなしなし、あ、カビ生えちゃってるけど、これなんだっけ、2本目ベニシメジとか言うのかな、ビーニハペロ言うんですけどフィンランド語で、赤いシメジです、食べれるやつです。
もう出てるんだ。ていうかキノコいっぱい、ちょっとほんと取って帰ってキノコご飯、キノコご飯とか作ろう。おい、片付け完了。ぼちぼち釣り、あ、ありがとうございます。私はちょっとぼちぼち釣り始めるんであれですけど、もう少しこれライブちょっと放置で、ベイトリール、ベイトリール、トライフォース確かそんなんだったと思う。そう、トライフォース X、 もうなんかもうヴィンテージですよ。こんなの飛ばないっすよ、もう本当に飛ばないですけどね。あのね、タトゥーラにしようか SLXDC にしようか、すっごい今迷ってるんですよ。今シーズンじゃなくてちょっと来シーズン用に買おうかなっていう感じ、なんですけど、バックラッシュ、初めの頃はね悩みましたね。なんですけど慣れてきたら全然平気。島の、いや絶対割れるんでしょこれ、あの島の派と大和派で、お店で試したら、あのね、やっぱね、大和で慣れてるせいかな、この持った時のパーミングの感覚がやっぱね大和の方がねしっくりくるんですけど、でもね、あの DC はやっぱね気になるわ。バックラッシュせずに飛ぶっていう、でもタトゥーラはなんかもう見た目から全部好きだしなっていうね、え悩みますよ、悩みます、悩んでるので、今年は買わずにちょっと来シーズンにしようかなっていう感じ。来シーズンになればもう少し値段も下がるだろうし、そんな感じです。どっちがいいとかあるのかな、あるんだろうけど、あ、音が嫌になってくる。ほー、あれかっこいいって感動するのは初めだけなんだ。可能性はありますね。常にあれビューってなるわけでしょ。そしたらほうだよな、その可能性は考えなかったな。今使ってるやつでもまだ全然ね、これ問題なく使えてるんで、吸引が飽きます。やっぱ音飽きるんだ。今使ってるのもね、ほんと、買ったのはほんとね、これが発売された当時なんで古いっちゃ古いんですけども、ほとんど使わず新品状態で去年からまた使い始めたんで、あのね、そう、ほぼ新品状態なんですよ。だからコンディションは、なので全然買い替える必要ないかなって気もするんだけど、やっぱり飛距離がね出ないんですよね。でルアーちょっと軽くするともう全然きつくなるんで、それ考えるとやっぱ最新の新しいリールでフィネスのルアーも飛ばせるようなのが欲しいなっていう感じになります。それで今迷ってるんですよ。で、迷ってるうちは買いたくないんで、これだって心の中で決まったら多少高くても財布は開くと、そういう感じ。はい、私はちょっと釣りを始めます。カメラの位置も変えます。しばらくちょっと放置で流しておきますんで、でここポイント移動するときにまた私はあのライブ、はい、ありがとうございます。
はい、長い時間ご視聴ありがとうございました。ライブはまたちょっとこのままちょっと放置ですけども続けますので、まあそうですね、自然を見ながらなんか夜食なり夕飯なり食べたい方はどう、すごいの晴れた。今ね、あっちの奥の方でね、なんかすごいのが跳ねたんだけど。はい、こんな感じ。これでまだちっちゃい方ですね。これ40ちょっと切るかな、これだと。あ、これちょっとちっちゃめですけど、肉は結構しっかりあるんで、これはいただいて帰って、はい、アヒージョ挑戦してみます。こんな感じです。うん、これがね、そう、大体ね1メーター超えるくらいの大きさになるんですけど、大きいのはね、なんだ、マラードですね。あの鳥、水鳥の子供、春先食べるんですよ。ちょっと待って、これ閉めないとかわいそうなんで今閉めます。はい、閉めました、うん。フィンランドで釣ってキープする魚はできるだけ早く、きちんととどめを刺してあげる。いつまでも生かした状態でこうブラブラさせようがないっていうのが、マナーですので、ビシッと、はい。でこの後、エラと腹だけ出して、お持ち帰りします。ウイです。鱗はね、鱗取りを使うと簡単です。うんですね。エラのところ、エラもね、すっごくね、こうなんだろうな、ノコギリみたいにこう歯みたいにこうギザギザになっててね。でこれ、針外す時とか、あとこう頭を持った時にこう指が口の横に来てると、バタバタっと跳ねた時にこの歯でですね、見えますかね、これでがっつり、これが指に当たるともうスパッと切れますので、気をつけて、気をつけて持たなきゃいけないんですけど、
だからこう鱗っていうかこうエラのこの頭のこの位置が一番あの持ちやすい安全な場所ですねになります。ということで、ちょうど釣れて区切りがいいのでここで、今回のライブ終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。